より小さい全英オープン2日目、19日、ロイヤル・トゥルーン GC、スコットランド、7385ヤードパー71より大きい。岩崎も苦しめたロイヤル・トゥルーンのバンカー大会フォト、初めて立ったメジャーの舞台、昨年の日本オープン、覇者の岩崎悪竜は3オーバー、69位タイで迎えた2日目だったが、今日は苦しかった。誰が見ても、 と今にも涙がこぼれそうな表情で振り返った。ショットが本当におかしくて、もうコントロールできなくて。出だしの1番はパー発進だったが、それもティショットが右のブッシュに飛び、さらに入打ち目をグリーン左に外し、3メートルに寄せなんとかワンパットで沈めるナイスパーセーブだった。2番パー4で今度はティショットが右のブッシュへ。2打目はポットバンカーへ入り、 顎の高いバンカーから約3.5メートルにつけるも外してボギーが来てしまった。ショットの不安が拭えない中、7番、9番、10番とボギーの連鎖が止まらない。そして、ここからもさらに苦しい時間が続くことになる。12番はティショットを右のブッシュに入れると、ここからうまく打ち切れず約50ヤード先のラフで止まる。3打目をグリーン左前のバンカーに入れると、ここからは出すだけ。 32ヤードのアプローチから2バットのダブルボギーとしてしまう。13番のティショットのシーンは、こう振り返る。ずっと、気持ち悪い感じ、で抑えてたけど、ここが左からの風。背中から来るのが本当に気持ち悪くて、抑えきれず、右の OB 方向へと飛んだ。打ち直しの4打ち目はさらに右へ行き、6打ち目はラフで耐えた。7打目はグリーン奥にこぼれ、 13ヤードのアプローチを90センチに寄せてワンパット。頭の中が真っ白、しんどかったです。パー4で9をたたいた。悪夢はまだ覚めない。ティショットをグリーン左のバンカーに入れた次の14番は上がれる気がしなかったというほどだ。ギリギリ、バンカーから出せるか出せないかだったけど、ボールが戻ってきて足跡に入った。足元に戻ってきた球は、 今度は前方に出すところがなく、仕方なく後方へ。だが、沈んでるから球が強く出ちゃって、と予想外に別のバンカーに飛んでいった。また打てないところで、後ろに出すしかなくて。でも出せなくて、横に出してアプローチして2パット。このパーさんのスコアも9。ティショットをロストした最終18番もトリプルボギーでフィニッシュ。気づいたらトータル23オーバーで、 最下位の154位まで転げ落ちていた。自分の準備不足をすごい感じた、というのが、この2日間の感想だ。この風がある中でも、うまい選手はアンダーで回っている。本当にすごい差を感じた。目を開けることさえつらいほどの強風の中でも、10人はアンダーパーで週末を迎えるが、こういう部分に違いを見出す。消えることのない苦い記憶だが、 それを帰国後すぐに戦う日本ツアーにつなげていきたい。また来年、この舞台に立ちたい。そう強く願い、コースを後にした。分高